はい、ただいまなんか飛ばしちゃったで戻してきました。はい、戦場を広く見なくては。はい、やりましょう。避けれるかな、大丈夫かな俺。これ核避けになってないと厳しい。いや、お前が避けんのおかしいだろ。確定避けるとかになってないと厳しいな。俺もこの一つだ。さっきクロードとダスが出会ったからね、ここで勝手に。あー、来てるこっちに。これどうなんだ。避けれるよね、大丈夫だよね。はい、避けれるんだよね。あ、クロードはあれ、ソティス力使えんの。ありがとう。いたぞ。ちょっと待って、ちょっと待って。死ぬんかい。これからはもう死ぬんかい。お前死ぬんかい。いやさ、でも戦場を広く見なくて、仲間が来てくれること分かった。仲間がいるよー。じゃあ倒せー。あー、アトラクタフィールドか。そうだよね、アトラクタフィールド。戦場に出りゃ俺も駒の一つだ。弓で死んじゃうから、ここ、はい、これが正しい。よし、早くみんな来てくれ。ナスが大きく育ってた、実ってた。ナスが実ってたな。うわー、やったー。でもきついな、結構これ。クロードがドラゴンに乗ってるのはきついからだろうな、多分。そう考えて乗せたんだろうな、任天堂も。歩兵だったらやばかったもんな。でも弓にやられるけど。よしよし、ここまではいい、ここまではいい。アトラクタフィールドでここまでは見えている。で、攻撃方法、あれ、あ、いいのか。あ、やべやべ、5年経ったから俺扱い方は分からなくなってる。やべえな。あー、俺食らってんじゃん、もらってんじゃん一発。まずくねこれ。あー、まずくないか。俺だってこれ回復薬とか持ってこなかった。これどうすりゃいいの。持ってきて。傷薬か。ぐすっとく、ぐすっとくか。はい、でこのタイミングでこっちを拾いに行く。これによってナスが降臨するんだろう、俺は知ってるぜ。あー、クロードたくましくなったね。勝手にドラゴンナイロードなんかになりやがって。お前勝手にドラゴン従いやがって。飛行足りてねえだろお前。で、はい、よし、はい、はい、鍛錬が足りないぞ。しょうがない、帰っとこう。はい、次上がってこい。はい、次。いや、そんないっぱい来なくていいんだけど、やめて。はい、次。俺強いな。よし、はい、次。強いな。ちょっと待って、ちょっと待って。切っては捨てて、切っては捨ててしてんだけど、ちょっと。見えた。はい、次。なんだこれ。はい、それはやめろ、それはやめろ、それはダメだ。それは違うだ。ルールは守れ。違う言うてんじゃん、それ。やめなさい、わかろう。先生死んじゃうから。どうだ。先生死んじゃうでしょ。あ、これで来ない、もう。オッケーオッケーオッケー。多勢に無勢すぎんな。来たー、来たよみんな。噂には聞いていたが、たまわに実ったナスだー。族どもの駆除も貴族の責務か。はい、こんにちは。あ、来た来た。あれ、めっちゃ美人。あそこで戦ってるのか。めっちゃ美人。先生たち、あ、可愛いからさ、近づこうと思ってさ、プラスボタン押したらさ、いつもズームだから、そしたらさ、ダメだった。スキップになっちゃったから。レオに来てたよね。リヒターも来てんのかな。リヒター遅刻してきそうだけどな。どうかな、年齢年下からそうじゃないかな。うわー、なんか盾持ってる。いつものごっついのどこ行ったの。ねえ、それ勝手に転職したの、ヒルちゃん。で、ね、俺の狙ってたグレートナイトみたいのはどうだったの。なんか馬乗ってないけど。ねえヒルちゃん、でも英雄のやつは持ってるね。あれ、これ取ってなくても英雄持ってくんのかな、もしかして。クロード持ってたもんね。そういうことかな。うわ、かわいい。耳飾りなんかつけてる。うわ、おしゃれー。はい、次。あ、一緒に来たの。ガールズで。先生。うわ、髪長い。やっぱり生きてたか。なんて、喜んでる場合じゃなさそうだ。やばい。やばい。馬顔面入ってる。ちょっと待って。馬どうなってんだ、それ。ちょっと任天堂。そこは考えてやれよ。それは考えてやっとけよ。なんで馬顔面入ってんだよ。あー、やばいね、レオニー。大人の女性になったね。うわー、髪長くなってる。うわー、サイドポニーテールってやつか、これ。うわー、レオニー、ポニーに乗ってる。レオニーがポニーに乗ってる。やばい。次はあれ、もうないの。ようやく来てリシティアは、俺たちマリアンヌは、捨てたもん、フレンは、フェリックスは、フェリックス来なそうだな。はい、
あ、これで、あの先生死ぬ、今から、お前だ、今から先生は死ぬからな。あとは頼んだぞ、大司教を頼んだ、誰か。早く指示してくれ。ああ、もう俺の指示に聞いてくれんの。何持ってる、ダメだ、死んじゃう。え、レオニーどうなってんの、何それ、パラディ、あ。あの時の馬か。あの時の馬まだ乗ってんだ。そっか、5年経ってもまだ生きてたんだ。よかったね。あ、まだ知恵の包丁持ってる。ステータス変わってね。お前、修行しろよ。鍛錬しろよ。どうした？なんで鍛錬しなかったんだ？持ち物はなんだ？お前、英雄の遺産持ってないな。てか、まあ、あれか。貴族じゃないからな。はい。はいはい。行きますか？ああ、この感じだね。ああ、盾は魔法師なんだ。はい。職業何になってんの？フォートレス。あれ？鎧は捨てた？鎧、胸すごくね？胸やばくね？ちょっと、怖くはなってない？ちょっと、近くで見せてよ。はい。これ、干渉モードだって。干渉モード。わー、すーげーこれ。見てこれ。初めて使う。あ、レオニーがいる近くに。レオニー！レオニー、こっち。レオニー！ガース、ガールズ。いいなー、これ。はい。はい、近くで見せて。あ、やっぱサイドポニーテール。サイポニー？サイポニー？サイポニー？合ってんの？わかんないけど。あー、いいねー。あーレオニーいいね。あーヒドちゃんが見える、いいね。タワーに実ったやつは、タワーに実ったやつは、はいはい、下手あるね、下手がちゃんとあるね。はい、なるほどね、こういう展開か。でもまだ全員が来てない。遅刻がやっぱいいのか、あいつら遅刻しやがって。勝手に見せてやれレオニー、お前のいつもの一発をな。銀でいい、大丈夫レオニー、ちょっと痛いな。ヒダちゃん、届かない。うん。そんな格好でも重いよ、ヒダちゃんは。ガチャンって言ってんね、ガチャンって。でも、ヒダちゃんに攻撃してこようって、お前ら何もできんだろ。やってみろよ、ヒダちゃんに。何言ってんだよ、お前らの攻撃なんかヒダちゃんに当たるわけねえじゃねえか。おいおい。おい、ゼロだよ。ヒルダ強。ヒルダ強。ねえ、俺だね。しのげば。計略。家計持ってりゃよかったけどね。もう、ボンボン飛んでるもん、光が。なんだよ、これもう。やだよ、俺、超合薬飲んで、回復するもん。はい。マリアンズ一番足に連れてきてよ。なんでナスなんだよ。僕が行くしかあるまい。ねえ、ナス死ぬでしょ、お前。ステータス変わってないなら死ぬでしょ。お前、見た目変わったわけでステータス変わってないなら死ぬぞ。倒せる、お前。大丈夫か、お前。心配だわ。先生、今でも心配だわ。死ぬ。だってナスやめろよ、こんなとこでナスを失ったとか言うてんか、やめろよお前。ナスは出荷されたみたいな、そういったーみたいな、やめろよ。計略止めるか、ナスで。はい、ナス、お前魅力ないから 25% なんだけど、4分の1なんですけど、大丈夫？4分、当てたナス、お前モンハンやり込んだな、きっと。あれ、お前動けないの、サイドできないの、ちょっとナス、サヒートできないんかい。クロードは弓だからな、この距離だよな。なんで武器がそんなに使えなくなってるの。何をしてるのクロードは。何なの。あ、使えるのね。なんか距離短くね、なんか飛んでくるし死ぬし。ここから上から見下ろす形でお前を行ってやろう。あ、プラスでこれなのか。ナスの反撃を考えればこれでいいかな。なんで英雄の遺産持ってんの。見つけたのか、拾ったのかな。クロード、拾ったんだろうな。どこに落ちてたんだろう。ほいで、あー、サイドで、あー、武器さん、武器が変わったのか。サイドで切るのね。これでいいか。で、レオニーか。レオニーは鉄壁を持ってるが、あの子はもうすでに鉄壁だ。レオニーはちょっと隠れておいてくれ。いや、この中で一番まとめた回のヒルダちゃんだけじゃない。圧倒的にヒルダじゃね。大丈夫ナス大丈夫、出荷されないよね。下手に倒すと出荷されるぞ。倒さない方がお前幸せだぞ、きっと。で、俺には効かない。で、ああ、どうやって当ててんのお前。どうやって当てとんねん。あ、倒してた。倒したね、はい、どうした、何かしたかしら。強いフィジカルで、もう盾とか鎧とかいらない、フィジカルでガードしてる。強い、あ、
痛えなお前、か弱い女の子になってことおいおい、か弱い女の子にやめろ、寄ってたかって。男が去るぜ、計略か、やめろ、男が去るぜ。お前の株が落ちるだけだ。え、効かないな、俺には当たらない。待って待って、倒すと次が来ない、倒すと次が来ない、気をつけろ俺、倒すと次が来るぞ。はい、やめろお前、それはやめろ、ヤバ肌に、ヤバヤバい、ヤバ肌にヤバヤバい、やめろ、やばい、ヤバ肌、ヤバ肌にやめて、ヤバ肌なんだからやめて、ヤバなんだから。え、待って、待ってくれ、はい、見えた、そいや、オッケー、え、まあ倒せない、見えた、オッケー。おい、ヤバくないこれ、ヤバくない、マリアン、マリアン、来ない、来ない、マリアン、くそー、マリアンズ来ねえのかよ。これどうやって勝てっつうの。レオニー、レオニーは昔からこうやって小づく戦術があるからな。レオニーの小づき戦術、はい、オッケー。これで戦況が動くか、動くかな、どうかな、微妙、動くかは微妙かな。はい、レオニーこっちね、はい、あの、慎重にお願いしますね。ああ、休みたいんですけどって言わなくなった。ああ、女が上がったかっていうのも変わったな、みんな変わったんだな、変わっちまったんだな。そっか、ドラゴンブレスでもやるか、ここら辺で計略でドラゴンブレスでもやってみるか。ドラゴンブレス、え、あれ、こんな技だっけ、廃人射撃、こんな技あったっけ、やるか。てかそれより弓倒したいな、ヒルダちゃんに、ヤワハ、ヒルダちゃんと俺のヤワハダに弓が攻撃してくるのは嫌だ。でもなー、でもなーって感じだな。複数攻撃できる技がないからな、このゲームそういう技ないのかな。わー、草むらから出るのはまずいか。でもそうすると俺やっぱ持ち物で調合薬飲んでるしかないよね。俺は平成は調合薬を飲む係だ、調合薬を飲む係だからな、お前らには譲らんぞこの係。ナス大丈夫、大丈夫かな、ナス不安だよ先生、 53% は非常に不安だよナス、君のそういうとこ昔から不安だったよ先生は。めっちゃ一番高いのどれ、これ銀じゃなくていいね、はい、鋼で。ナス 63% だぞ、大丈夫か先生、昔からずっと通信簿に書いてたの、命中不安です。 OK、 本気の僕に勝てるとでも、はい、まだ30いってないんだね、5年経ってもそこら辺なんとかしてくれない、5レベルくらい上がるとか、1年1レベルでいいから上げてほしかったんだけど。はい、帰ろっか、あの頃に帰ろう、もしで、クラウド、ね、クラウドじゃねえや、なんでクラウドが出てきたんだ今。大丈夫か、倒せないもんな、こいつは強いよな。先生救いたいけど救えないかもしれない、救えなかったっていう、そういう感じになるかもしれない。なんなのお前らその格好、なんなお前らこの格好、38だな。え、これが強いのか、ここ戦技局者勇者で、勇者で意味じゃないね、銀の指、あいつ倒したところでな、まあ、倒すか、はい、勝つべくして勝った、勝つべくして勝った、それだけだ。で誰、あー、ヒルダちゃん、ヒルダちゃんきついね、持ち物持ってる、傷薬か、まだ傷薬か君、この時代で傷薬なの。そっか、ヒルダちゃん戦技使われたんだっけ、経歴使われたのか、動けないね。まあ滅却してやるか、こっち 59% どう、ひでちゃん、うわ、かわいい、かわいい、見てた、死んでたかも、どうかな、あれ宝箱の鍵だか、あの、わーい、傷薬吸うてよ、レオニーじゃない、マリアン、マリアン、よし、オッケー、オッケー、俺なんかやたらよけんな、補正ついてるなーって言ったとばんからよけれないんだもんな、補正ついてないと困るんだけど。見えた。オッケー。命中ゼロになってんの。
この森どうなってる。おい、レオニーにやった。見切った。いや見切った。同じだったね、レオニー。あの頃からレオニー、レオニー2回目くる。あっねえ、なんだこれ、ギリギリの戦いすぎるぞ。マリアーヌ、マリアーヌ、リシティア、まあ、クークークールビューティークールビューティー、リシティユー、クールビューティー。倒せないの、倒せないの。まずいなこれ。え、まずくねこれ。え、回復、ちょっと待って、だけど、あの、だから人間のさ、やられちまうとは。話を聞いてください。調合薬とか持ってないっすよ。調合薬とかで戦ってきてないんで、うち。うちフレンとマリアンヌで戦ってきてるんで。困るなー、そういうところ調整していただかないと。もう困るなー。ちょっと待って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 、まずいよなこれ。レオニーがまずいよ、何より。レオニー逃げ切れる、逃げ切れるか。一応逃げ切れるのか、レオニーだったら。馬の足使えば。ここか。逃げるか、レオニー。レオニー持ち物ある。あー、よかった。傷薬。OK。で、レオニーは逃げた。で、こっち。まあ、弓が痛いから、弓から殴るか。勇者の弓。どうかな、もうガンガン使ってこっか。ガンガン、てかあれか、経力使えばあいつ、もったないけど、弓は動けなくなると目の前では攻撃できない。けど、4しか食らわないからな。ガンガン行こうぜ。はい。お、反撃封じ。もともと反撃されないけど。やばいな。やばいぞ、これ。俺は、こっから出ないぞ。俺、こっから出ないぞ。はい、回復で二人でなんとかこいつを仕留めてください。なんか勇者の弓が全然使い物にならなくなってる。あ、あれか、そっかそっか、スナイパーじゃないから距離が一伸びてないんだ。うわ、やりづら。ドラゴンロード最悪や。何やってんだよお前。盛大なる宴が本気出したね。いや、いらない剣があったな。なんか言ったな。ナスがなんかごちゃごちゃ言ってたな。もう、もしょもしょ言ってたな。危ないか。弓が来る。ここだな。で、全然移動できないじゃん、ナス。で、いい加減してよ、ナス。ナスに来るよ。大丈夫？帰ってよ、ナス。あー、回復ね。弓だな、問題は。見えた！見えて！オッケー。サンダーソードに持ち替えたい。おー、やめろ、ヒルダちゃんが辛くなってきてる。こっち超怖い。待って、まずくないこれ。まずくない、まずくない、まずくない。そんな展開ある。頑張りすぎたかも。ごめん、抜けます。あー、抜けまーすって。なんかごめん、なんか合コンから出てく感じになってるんだけど、予備だと。はい。いやいや、こんな世界線認めないけどね、俺は。よし。え？死んだ。スキップしたら俺が死んだ。はい。はい。え、ガチ？ガチでやれってことこれ。すっげー楽しいけどさ。すっげー楽しいんだけどさ。そういうこと？ここをしのげば。命中低いんだな。ここはやつはゼロか。あー、なるほどな。なるほど。まあ、レオニーは逃げるしかないでしょ。いや、もうレオニーこれじゃ役立たないじゃん。ここでずっと傷薬ぐすってるだけじゃん、これじゃ。ヒルダちゃんが慎重にお願いしますね。ゴキブリが来るんだもんな。来ない位置まで逃げれないもんな、ヒルダちゃん。ヒルダちゃん回復薬持ってない、持ってない、持ってない、持ってない。あー、威力は高いのはやっぱこれか。でもこれも同じか、反撃受けるもんな。計略で炎当たんねえんだよな。
こっち向きなの計略で当たんねえんだよな、あいついいとこいじんどってんな。弓学院、ゴキブリ学院、弓もゴキブリも来る、弓学院、ゴキブリ学院、弓も来る、ここかな、今こうかな。ガシャコン、ガシャコン、はい、これ割とガチで辛いやつじゃねえか。ちょっと待って、これ辛くね。これで倒す、これ倒す、いいよ。レアを導かなくては。で、え、レア、レアを、レアじゃないよ、ね、みんなをって言ってる。俺も駒の一つだ。レアを導かなければって言ってる。レア様をって言ってる。やる気出してクロード、一発目よ、二発目もやる気出して。ダメ、もうもうクロちゃん、クロちゃん、まあいいか、ナスちゃんもどうせそんな進めないし。はい、当ててよナス。命中不安、命中不安、マジかよ、 82% 外すの。おお、内心点に響くよ、響くよそれ。ナス、こんなところでナス何やってんの、もうヒルタちゃん、ヒルタちゃん救えなくないかこれ。え、本当に先生なんですか。てっきり死んだものと。あなたは、あなたは、え、もうちょっと近くで見たい、ちょっと待って、うわ可愛い、ちょっと待って、もうちょっと近くで見たい。みんな死んじゃった今、ちょっと待って、リスティア。え、ってことはまさか、マリアン、まさか先生の亡霊、亡霊です、とも亡霊です。マリアン、うわーい、マリアーヌ一歩遅い、来るのが遅いって。本当だよ、早く加勢してくれ、死んじゃったよ二人なるほど、なるほど、そういうことね、そういうことね、なるほどな、ここを耐え抜けば、ここを耐え抜けばみんなが来る、ここをしのげば、そういうことか、だから俺がここをしのげばって言ってるのか。なるほどな、マリアーヌ、マリアーヌさえ来てくれれば、うちのグループにはマリアーヌ、ああ気づくせ、いつか出せた、ヒルタちゃん慎重にお願いしますね。ヒルダちゃんをどうやって救えっていうの。いや無理だよね、いや無理だよね、そうやってやっても無理だよね、いや無理だよね、あー無理だね。いやでもヒルダちゃんじゃ下がるか、じゃああえて下がる、限界まで下がる、いやもっと下がろう、ここ、これで弓兵が外してくれることを願う。で、俺はこれでいいんだよね、さっき生き残ったし、狙い通りに進められた、これでいいんだよね。で、僕が行くしかあるまい、ナスいい加減にしろよお前、戦場に出りゃ俺も駒の一つ、ナスをいい加減にしてほしいから、この待って待って待って、弓飛んでくる、ここは飛んでこない、オッケー、こいつを消す。万有は死を招く。かけ。超護薬大事だな。ああ、超護薬大事だ。あ、で動けんのか。じゃあいいや。ここ。ナス、森の中。お前森をあげた。お前に森のフィールドをあげよう、ナス。これでお前待機してくれ。待機してくれ。下手に動くな。お前は生きることを考えろ。あ、そっち？痛いな。二回連続とかやめてよ。ティアに会えない、マリアンズに会えない、なんだこれ、会えない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 、プレイヤーフェイス、ここ、はい、連戦きっと、慎重にお願いしますね。ここまで、あーダメなんだ、しまうとは死ぬな、ここしかないじゃん、ここしかないじゃん、もうレオニーはここしかないよ、はい、でこうだね、隠れる持ち物ないもんな。なんでこんな接戦なの、ここをしのげば、あと1手なのに、あと1手なのに、このゲームあと1手が多いよ、みんなを導かなくては。で、僕が行くしか、戦場に出りゃクロード、駒の一つだ、もうお前がこの5年で覚えたこれを見せてくれよ、どんな技だ見せてくれ、策の嘘、
お倒すのか。なんだ、どうやるんだ。おう、上々の戦果だな。そうだね、オッケー、オッケー。なんか大したものだとか、なんか小さい声言ってたな、こいつ。ちょっと驚いたんだろうな、小さい声言ってたな、こいつ。なすな、なすな、ナス、魔法使ってくんない？馬から降りろよ、ナス。馬降りろよ、ナス。何馬乗ってんだよ。どうこれで。ヒルナちゃんだよな、問題は。俺は見える。オッケー。耐えて。次回はきつい。避けて、ヒルナー、ヒルナー、避けてー。ヒルナちゃんがいつも合コンから帰ってしまう。なんでだ、なんでなんだ、ヒルナちゃん、なんで、なんで合コンに、あれしてや、会いたいよりしてやり。本当に先生なんですか。てっきり死んだものと。もっとアップで見たい、アップで見たいのに。まあもうダメだ。だってじゃあもうこれ前のフェーズに戻すんだよ、前のフェーズに。これ無理だろ、前のフェーズに戻さなきゃ。はい。なんだよこの状況、どうなってんだよこの状況、ふざけんだよこの状況。まずいか。まずいよ。はい。で、弓兵だな。俺も駒の一つだ。厄介なの弓兵だ。弓兵だ。弓兵なのわかる。弓兵はわかるが、いけないよ。ここに逃げた時点でもういけない弓兵戦うことなんだ。これ楽しい。確実に相手を殺せる。エターナルフォースブリザードとかそういうあれじゃないの。おお。何やったっけ、計略やったんだっけ。僕が行くしかあるまい。計略をナスはやったのね。はい、了解。ナスどいて、ナスどいて。ナスもなんか草むらで耐えてくれてればいい。なんか飲んで飲んで草むらで耐える。ナスはクロードは計略で全員これで蹴散らしてくれればいいんだけど、これ蹴散らすこと関係ねえんだよな。最初のターンで耐えるのが大事なんだよね、もはや。ナス？ダメだ、ナスが死んでしまう、出荷されてしまう。ナスは相変わらず出荷待ちなのか。はい。で、動ける、動けるね、オッケーオッケー。クロードは帰る。オッケー。で、あ、俺も動いてるのか。で、レオニーが早く指示してくれ。あ、はい。レオニーが、オッケー、ちょい足しレオニー、ちょい足しレオニー、はい、また女っぷりが上がったな、上がったな。ちょい足しした後は帰る。ヒルダちゃんがね、動けないから慎重にお願いします。もう全力だよ。はい、59% も当てる。反撃も許さない。はい、これ以上は期待しないでよ。はい、鍵は欲しい。傷薬、銀のハンマー捨てる。はい、ハンマーは捨てる。回復ね。まだ、よし、無駄だ。はい、無駄、よし、無駄無駄無駄だ。セテスじゃねえか。はい、避ける、見えてる。なんで、あー、悪い、ほんと悪いな、お前、悪いな。待って、お前、お前、うーって、お前、レオニーにばっかやめろ、レオニーに何の恨みがあるんだ。うわー、俺もやめて、ヤワハだ。勝てるこれ、勝てるのこれ、勝てるのこれ、大丈夫、勝てます、この問題が君に解けるか。慎重にお願いしますね。はい、わかりました。もう倒すべきは、あー、まずいか、反撃くらい、あー、ダメだ、アトラクトフィールドが収束してる。早く指示してくれ。レオニーって、あー、ダメだ、収束してる。いや、でも
いやでもやるしかないよね、レオニー。はい、こんなところで死ねるかよ。本当だよ、草むらにいいよ、これで弓は来ない。オッケー、でも弓ヒルダちゃん来るんじゃないの、そうすると。そんなことするとこれはきついっしょ。容赦はするな、もう。抜いてた、死んでたかも。死んでるよ、何度か死んでるよ。で、まずいか、草むらから出るのはまずいか。俺があえてここで弓兵を減らす。よし、俺がパンチで殴られないことを期待して。僕が行くしかあるまい。お前は草むらに帰りなさい。戦場に出れば俺も駒の一つだ。契約。はい。はい、連携連携。僕とご覧あれ。めっちゃ豪華だったね。はい、倒した。必死なんだね。あ、俺の横隣倒した。あ、これで俺に来ない。あ、ちょうどいいちょうどいい。はい。で、オッケー。ナス避けろよ、お前。ナス避けろよ。で、あ、でも剣士が来る。おう、いいね。もらったな、一発。見えた。で、見えたよ。オッケー。で、お前が来るかい。何回戻させんだこれ。あー間違えた。あ、まあいいか、ここに集積するのですか。慎重にお願いしますね。あえてこっち殴ったら死にますね。ダメですね。リーダちゃん、君は殴らない。今殴るような子じゃない。回復する子だ。はい、僕が行くしかあるのに。ナスは行きません。何回言わせんですか。いい加減にしてください。先生怒りますよ。一つだ、経営。こっち、はい、援護する。援護して。仕方ない、まあ、はい、止まれないんだ。止まれないんだ。今日は終電があって止まれないんだ。で、まずいか。大丈夫かこれ。俺 HP ないけど、弓減らすしかないよな。弓危ねえもんな。無駄にはしない。はい。どう？こいつは大丈夫。あいつら動けないから。ナスは避ける。はい。叩く。避けろよ。はい、オッケー。いい子だ、いいナスだ。避けろ。よし。で、いいよね、耐えて、反撃で倒して、鍵手に入れて、ハンマー捨てて、体が軽くなって。お前、避け、避け、よし、反撃だ。あー、反撃しない。弓やめてー。セーフ。ドクール。リスティアたちまだかー。あと一旦か。マジで言ってんのか、マジで言ってんのかよ。ガチかよお前、ガチか、ガチか。ここをしのげば。ああ、ここをしのげば言ってるね。契約ダメだな。殺すか。これで戦況が動く。いらねえよ、なんで顔の盾なんかくれんだよ。ふざけんなよお前、もっといいもんよこせよこの野郎。弓兵は近づくと何もできないから、なるべくこっちでもう本気で殴る。当たった、当たったね。レオニー、弓来るけどレオニーは動けるから、どつきレオニー。はい、なんて言った、なんか薫陶を受けてるって言ったんだよ。怪人か、親父のことか。なるほどね。あ、オッケーオッケー。で、そっかそっか、親父怪人とか呼ばれてたね。サブラクって言われてたんですよ、家も。はい、これで倒す。さすがの僕も危うかったよ。危ういか。お前はいつも危ういよ。ほんと。先生はいつもそれが心配だった。僕指くるんだよ、ひたすら。超えたい。マリアンヌ・リシティア、なんで回復薬を最後に持ってくんの。なかなか来ないな。もういい加減にして。倒せるか。よし、上々の戦果だな。上々の戦果だ。いけるか。不死体ついてる。なんか不死体なんか俺つけた記憶ないんだけど。さ、え、聖なる力が込められた指、魔物特攻、毎ターン 10%HP を回復する。これだ、これだ。あんないいもの持ってやがって。避けた。よし、死なないで。なんで死んじゃうの。
死んじゃったらもう一回遊べるドンが来るじゃん。やめてよ。死なないでよ、君。死なないで。やめて。死なないで。死なないで。おかわり。おかわりがいっぱい。いらない。やめて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 。もう、なんでそれは殺さないの？なんなの、これ。来い。あれ？あれ？あれ？みんなは？あれ？こいつのせい。こいつのせい。こいつ、待って、60% だった。60%アップねー。狙い通りに進められた。はい。大丈夫。ちょっと一旦ここで休憩するか。聖なる。これで回復を待とう。ナスは、ナスは合流しろ。みんな合流しろ。集まれみんな。はい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 。はい、オッケー。いいね。はい。大丈夫か？え、ちょっと、リシティ、あれ？あれ？次のパートに続きます。ありがとうございました。ありがとうねー。